サワガニのコンプラ研修。皆さんこんにちは、トミックでーす。俺といえばさ、やっぱりサワガニだよね。ということで今回もですね、買ってきましたよ、サワガニー。いろんなところでね、もうリクエストが多い。でもね、サワガニーってもう一通りさ、やったじゃない。茹でた、揚げた、焼いた、ミンチにして団子にもした。何がある？塩釜焼きがあったな。ということで今回はですね、サワガニを塩釜焼きして食べたいと思います。今回はサワガニでございます。俺といえばサワガニのサワガニです。塩釜焼きっつったら、過去にね、タラバガニでやってるんですけど、正直めっちゃうまかったんですよ。普通甲殻類って、まあ、茹でたり蒸したりして、でカニ酢とかにつけて食べるんですけども、塩釜焼きをすることによってカニの中の身にほんのりと塩味が染み込むんですよ。で、何もつけなくても程よく美味しく食べられたっていう記憶があったんですよね。塩釜焼きのメリットとしてはですね、味付けいらずということなので、とりあえず塩釜を作りたいと思います。塩釜用にですね、お塩を買ってきました。この塩と卵の卵白、これがあれば塩釜を作れるんですよ。前みたいに、まあ、でかい魚とか、まあ、でかいタラバガニじゃないんで、そんなに塩釜の塩はいらないと思うので、1キロだけ使いたいと思います。1キロにつき白身を2つ使います。この状態からヘラで混ぜていきます。すごいふわふわのなんかクリームみたいなんですよ、これ。白身と塩を混ぜると、ほら、すげえなんかふわふわになったでしょ。これが塩釜焼きに使う塩ですね。ケーキについてる生クリームのようにふわふわ、しかし食べればめちゃめちゃしょっぱい。これが塩釜焼きの塩。塩釜焼きに使うオーブンの板、これに、塩釜焼きの塩を乗せますと。こんな感じで塩釜ができました。で、この中にサワガニを入れて埋めて焼くと。いよいよ、ここからね、サワガニを取り出して、塩釜に詰めていくんですが、その前にオーブンの余熱をつけます。オーブンの方の余熱を、つけました。じゃあその余熱をつけてる間にサワガニを取り出して、サワガニをね、日本酒で酔わせます。サワガニもう慣れてる俺からすると、直でやるのもいいんですけど、それだと、まあ、やっぱりすごい暴れたりとか、あと衛生的にもあんまり良くない、洗いたいので臭いんですよ、サワガニってなんでまず、日本酒でしっかりと洗って酔わせる、その作業は大事だなっていうのをもう過去の経験から学びました。ういー、ゴキブリ、皮のゴキブリしっかりとね、洗ってあげる。もう全部入れちゃえ全部入れて、こうやって酔わせながら、こういう草とか取っていきます。失敗と経験から、こうやって人は学んでいくわけですよ。サワガニの洗い方は前の動画でも説明してると思うんですけど、こうやって下からこうすくい上げるようにして、こんな感じで洗っていく。こうやって。で、なんでこういう洗い方をするかっていうと、手を挟んでくるんですよ。ドーマンガニとかヤシガニみたいに怪我をするわけじゃないんだけど、やっぱ言うて痛いんで、挟まれたら。なんでこう挟まれない適度なこう素早さでこうやってかき混ぜて、サワガニを洗っていきます。動きがだいぶ鈍くなってきて、サワガニが酔っ払ってくるんですよ。別に知らないんですよ。それじゃあいよいよ、塩釜の方にサワガニ移していきたいと思います。いきます。脱走しまくりじゃねえか。めちゃめちゃ脱走する。こっち死んでね、一匹ずつ埋めていくしかない。これはこれ結構粘り気があるから、一匹ずつ塩で埋めていけばなんとか埋まる。ほら、これが一番完璧な塩釜焼きだわ。
まあ、こんなもんかなと。まだちょっと余ってるんですけど、ちょっと余ったサワガニはね、ちょっと別で茹でたいと思います。真空がもうとんでもねえことになってるもん。これ絶対にこの奥の方に行くんだよサワガニ。あとここね、ほらこういう物陰にねサワガニは隠れる。まるでゴキブリのごとくね。それじゃあ入れて焼きます。サワガニを今塩釜焼きしてる間に、こちらにね、沸騰した鍋、真空の中を駆け回ってたこいつらを茹でたいと思います。真空からねボールにちゃんと集めて逃げないようにこうやってね網してるんですよ。網にもほらくっついてるでしょサワガニ。もうマジでこいつらね脱走すんのよ。サワガニの場合はね茹でてもうまいんでね。おお、めっちゃ綺麗に茹でる。サワガニって茹でた時の匂いがカニを茹でた匂いじゃなくてまたちょっと違う匂いするんすよ。なんかもしねサワガニ捕まえたっていう人いたらちょっとぜひねこの茹でて匂い嗅いでみてください。なんかちょっとね違うんだよ、サワガニ知ってる人はわかると思うんですけど。ということで、塩釜焼きできたサワガニ見ていきたいと思います。カニが飛び出てる。じゃじゃーん。え、なんかすごっ。いつもやる塩釜焼きは結構でかいんで、もりもりの量の塩釜を使うんですけど、今回はもうサワガニということで、あんまり使ってないんですよね。いきます。パカッと。おお、めっちゃいい感じに焼けてない？すげえ。化石の発掘してるような楽しさがある。ほら。塩釜焼きでカリカリに焼いたサワガニ食べたいと思います。素揚げしたようなパリパリな感じになってるんだけども、揚げてないんでその脂っこくないんですよ。ちょっと塩分があるかもしれない。いただきます。硬くて口の中がすごいカニの足が刺さるんだけども、味的には塩っ気が効いててうまいんだけどね、ところどころね足がね口に刺さるんですよね。本体だけの状態になったら多分美味しく食べられるのかな。足もぐと周りといける。でこっちが、茹でた方ですね。茹でたやつの方がやっぱりね柔らかくて食べやすい。でも美味しいのは塩釜焼きした方。最後まで見てくれてありがとうございました。インスタライブやってますので、インスタのフォロー、そして、LINE アカウントあるので、動画概要欄から友達登録よろしくお願いします。動画見てくれて Thank you。登録ポチッとイエイイエイイエイ。